北陸新幹線開業に沸く一方で、上野と札幌を結ぶ寝台特急北斗星がラストランを終え、半世紀以上続いたブルートレインの歴史に幕を下ろしました。午前11時過ぎ、札幌発上りの最終列車が到着した上野駅には、およそ2500人の鉄道ファンが集まりました。27年間よく頑張った。弱です、はい、ボード。北斗星ができた時に、乗らせてもらったんですよね。始まりがあれば終わりがある、その両方に立ち会えたということがすごく嬉しいです。北斗星の引退でブルートレインは全て姿を消すことになります。残る寝台特急は東京出雲間のサンライズ出雲や上野札幌間のカシオペアなど3つとなります。